熊本空港カントリークラブ、はい、パート3ですね、はい、16番ホール195ヤードパー3、はい、パー3ですね、はい、現在マスカーは僕が2アンダーのまっちゃん4バーということで、はい、このホールは今日はピンがねすごい手前なんで180ヤードの173です、はい、右からアゲンスト、右からアゲンストのはずなんですけど、はい、今そんなに感じないですね、うん、もう、まあ、さっきねちょっと風の読みを違いもしたんで、そうですね、まあ、アゲンストと信じて173っつったらさすがに6番だとは思うんですけど、そうですよね、まあ、しっかり6番で打っていこうかな、はい、5番よりは、うん、ではお願いします。お願いします。めっちゃいい球、行かないんだ、会心のショットだったよな、マジっすか、結構風強いね、僕5で打とうと思ったんですけど全然行かないですね、これは5じゃ行かなそうですね、はい、これは U4 を持たないと全然行かない感じがします。センターに乗ってくれればいいと考えたらもう全然 U4 ですもんね、うん、コースの結構しっかりのドローでしたね、しっかりドローで、うん、捕まえてったけどね、そうですよね、5、6ヤード弱いかな、よし20、じゃあパート3もよろしくお願いします。お願いします。握っちゃった、右ラフ、はい、あれは向かいましょう、はい、まっちゃんのセカンド地点ですね、サブグリーンに乗っていたので、はい、ドロップしました、はい、ピンまでは、まあ、20ヤード、そうだね、はい、結構右から傾斜が強かったんで、うん、本当にワンピンちょっと右から行かないといけないんじゃないかなと思います、はい、58でいきます。もっと落ちてこい、まあまあまあちょっと上残っちゃいましたけど、ちょっと読みすぎちゃいましたね、でもナイスアプローチですね、ありがとうございます、はい、この辺りでちょっと仕方お願いしますよ、ま、この辺がこう寄らないところですよね難しい、あーこれライガーって感じですね、パターですね、はい、これは迷わずパターですか、迷わずパターですね、このライは迷わずパターだそうです、ちょっとまばらですよね芝が、いやそうですよね、絶対噛みますもんね、うん、10ヤードぐらいの、はい、テキサスアプローチいきます、テキサスウェッジ、強い、はあ、最初がちょっと跳ねて跳ねてこう前行ったね、食われないで、そうですね、うん、俺のテキサスエッジがあのライドとパターも難しいと、まさかここからピンチが来るとは、ウルフは手前からだというのにいやーパーパット、はい、まあ、2.5 ぐらいかな、そうですね、ナイスです、ナイスパー、
ありがとうございます。いや、トロトロ入れましたね。入れましたね。自分でドタバタした。いや、まだワッコさんドタバタしてないですよ。まっちゃんのドタバタに比べたら。もう僕、地に足ついてないですからね。さあ。なんか目がしょぼしょぼしてきた。よし、1メーターちょっと。オッケー。ありがとうございます。ナイスパーです。よかった。よかったっすね。いや、本当昨日はひどかったっすね。え、昨日は。あ、動画上のこと言ってる。いや、それはそうですよ。動画上のこと言ってますね。いや、パートルとよく喋れる。いや、ナイスパーです。ありがとうございます。はい、まあ、あと前半を2つしっかりバディ取りたいです。そうですね、頑張りましょう。はい、17番ホール420ヤードパー4です。コースが左右、ここは広そうですね。左右広そうですね。まあ OB はなさそうですけど、その木があるんでちょっとこうフェードの人は打ちづらい。きっとバンカーが左右にあるんで、うん、バンカーには入れると難しそうな感じがします。そうだね。じゃあ行きましょう。はい、420ヤードですからね。結構距離長いですね。距離ほとんどが400台ですから ね。おー、しっかり振ってった。これちょっとまあフェアウェイには行ったかな。もしかしたらバンカーかもしれない。そうですね、ちょっとカメラでも僕見えなかったですね。うん、右目からドローで。風もあるから余計ちょっと曲がっていったんですね。余計ね。あのバンカーは何ヤードなんだろうね。それも分からず打ってるところがまたいいですよね。この隣にあるのがね、10番ホールなんですけど、はい、10番ホールね、知らない方が広いっていうね、いや感じでしたからね。左が結構すぐ OB だったんですね。左なんか斜面続いてるかと思ったら落ちてたね、崖にね。OB だったね。いや、まあ次回るときは絶対スプーンで打ちたいと思います。よっしゃ、ドライバーでいきます。オッケー。ありがとうございます。これはフェアウェイですね。はい、よし、頑張ろう。頑張りましょう。はい、まっちゃんセカンド地点の残り163ヤード。はい、この木がめちゃ効いてるね。結構効いてますよね。結構風フォロー、右からフォロー。いや、でも8番じゃ全然いかないと思うんですよね。ちょっと気温は冷えてきたね。冷えてきましたよね、うん、7番でも木の右に打ち出して、うん、まあ、曲がってくれば、はい、グリーンヒットするんじゃないかなと思っております。7番でいきます。はい、あ、失敗したわ。あ、先ラフっすね。うん、ちょっと木に当たっちゃいましたね。はい、じゃ僕のところまで行きましょう。はいはい、ワッコさんのセカンド地点。俺終わってるね。これはやばいです。顎クリアしたら木に当たるから、どうしたらいいんだろうね。130ぐらいなんですよ。はい、まあでももうこれ多分グリーンまでいかないんで、ピッチングでもうこの右からフック目で行こうかな。わ、はい、かりました。まあもう最悪パフってやってもいいぐらい、そこ出れば。ちょっと払い打ちだなこれ。まんま。あ、乗ったね。もう僕にはわけのわからない技術です。100打てないです僕には。打てない。はい、
まあ俺もあそこまでうまくいくとは思ってなかったんですけど、あんなの僕打てないっすよかった。まあ抹茶のボールとか行こうか。わかりました。はい、まちゃん3打目地点です。はい、ま、ピンまで40ヤードです。40ヤード。はい、まあ、ピンとグリエッジが近いんでちょっと上げないと。ちょっと上げて、うん、高く止まる球ですね。はい、多分順目なんで芝の影響は少ないと思うんですよね。よし、行きます。お願いします。結果オーライか。もうちょい行け、まあ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 っすね、うん、思ったより食われました。ちょっとね、もうちょっとこうつるっと行くイメージだったんですけど、行く10名のラフだったよね。なんですけど、まあでもちょっと歯から入っちゃったのかもしれないです ね。フェアウェイはまあここちょっとこう芝が立ってるから、はい、まあ、スピンかかりづらいのかな。さあ、まあ僕らはここに乗りました。いや、上から戻ってきましたよ。上からね、戻ってきて、はい、ここもまあだからもうここはバンテリンレディースや、もう終盤の大事な大事なホールで、このグリーンの傾斜は、このグリーンの傾斜とこのティーショットのその狙うところの狭さ。そうですね、左ってバンカー入んなくてもやっぱりキー邪魔になるしね。だから本当に最後のホールドラマがあるようなホールですね、感じなんだね。さあ、まあ 10m ぐらいのバーディーパット、これ相当切れるぞ。まあマウンドがあって登って平らのフックライン、はい、はい、そこか。弱いか、うん、空港がそこだから。いや、はい、すごい、びっくりしました。ヘリ飛んで、ヘリ飛んでいきましたね。びっくりした今、はい、僕も何の音だと思ったら、ね、ブロワーの強いバージョンが近くで、あんな、でもこんなあんな音するようなブロワーないんで僕は打った後、打った直後あの音鳴ったんで、ブロワー吹いてると思ったら、いや僕も空港だもん。そこすごいですね。空港から近いとかそういうレベルじゃないですよね。横ね、横ですすごいですね。さあ、大事なパーパット、パーパットしかない。あんまり切れなそうだな。3メーターぐらいですね、うん、いきます。あー、右行くんだな最後。先です。うい、最後右行くのか、分かんなかった。右行ったね。右行くんですね。ラインが読めてないな。あー、カップのとこだと低いのかな。もう右のこっちの傾斜が見えて、フックに見えちゃってましたね、うん、まあ80センチのパーパット。うん、ナイスパーです。ありがとうございます。で、17番終了。はい、抹茶ボギー。僕またボギーで、僕プラス5です。プラス5、5オーバーになりました。俺が2アンダー最後頑張ろう。はい、わかりました。18番ホール到着です。532ヤードパー5です、はい、そうですね、はい、まあ、最後パー5しっかり取りたいですね。取りたいんですけれども、まあ、ここ外周が OB のコースだから、まあ、右側が OB、 右はもうすぐ OB ですですね、はい、左はちょっと広いですね。ちょっとここに立つんですいません、はい、取りづらいと思います。背中から取っておきます。
まあ、左のフェアウェイに向かってしっかり打ちたいって感じだね。そうですね、うん、ちょっとフェードで左からしっかり狙っていきたいな。どうだろう、あ、真ん中出ちゃった。バンカーかな。バンカーっぽいですかね。うん、左に打ち出せなかった。ドローヒッターな俺は。それかもうワッホさんドローヒッターですもんね。これどうしよう、どう打ってもミスするイメージしかわかない。で僕ドローヒッターっていうかドローも打てるようになって、はい、こういう右側 OB の時に、はい、もう球が捕まるっていう安心感があるから、はい、右の帯はあまり見えなくなりましたね、昔よりは。ああ、そういうことですね、うん、それはでもすごくいいことですね。いいことですね。今なんかすごい逃がしてあのラインだから。そうか、もう逃がしてるんですもんね。逃がしてるイメージですね。よっしゃ、僕もきっと捕まってくれると信じて、うん、いきたいと思います。オッケー、これはもうパーフェクトですね。ありがとうございます。素晴らしい、捕まってくれました。うん、最後バーディー取ろう。はいはい、まっちゃんフェアウェイセンターです。はい、ただここセカンドが池越えですね。はい、で僕の飛距離だと池越えられないので池の手前に刻みます、はい、180ぐらいで刻むんで、うん、まあ、ちょっと5番アイアンで。わかりました、お願いします。行きたいと思います。左だったけどフェアウェイですかね。左のフェアウェイしっかりね。はい、ナイス、ありがとうございます。じゃあ僕はバンカーなんでそちらまで向かいます。はいはい、ワッホさんのセカンドは、はい、ピンまでは230-240ぐらいですか。まあ240ぐらいですね。240、ただちょっと沈んでるんで、はい、もうしっかり刻んで、はい、バーディー取りたいですね。だ8番アイアンで刻みます。わかりました。はい、ちょっとやっぱりまっちゃん言うようにバンカーふかふかしてるから。そうですよね、沈みがちだね。僕と同じ方向かな、うん、まっちゃんと同じぐらいかな。うん、ちょっと手前か。完璧です。はい、ありがとうございます。じゃあサード地点向かいましょう。はいはい、ワッホさんの3打目地点。はい、ピンまで何ヤードですか。94ヤード。94ヤード。これまっちゃんさ、はい、58でさフルショットしたらさバック師匠で息入ってくるよね。結構今日ピンが手前なんでエッジから7でもフォロー、ワッホさんラフありますからフォローなんだよ。距離的には行くんだけど。でも58じゃないですか。いやバック師匠来るってこれ。バック師匠だよお前もう。池入ってまっちゃんのにやけてる顔が見えるよもう。いやいやいや、そんなにやけないですよ。90でもしっかり、はい、52で緩んじゃダメだぞ。うまい、ピン刺してる。うん、あーだから52でいったようなバック師匠なかったけども、まっちゃんの罠にはまるとかったな。いやいや、そんな僕、ワッホさんはめようなんて思ってないですよ。俺まで道連れしたとしたら、ちょっと向こう向かうか。わかりました。はい、はい、まっちゃんの3打目。はい、残りはピンまで76ヤードです。76、ちょうどいいね、これ、58でバックスピンしないよな。あんまり見たことないんで大丈夫です。それはそれでショックですね、うん、それはそれでショック。58でしっかり打てばちょうどいいと思います。はい、全然弱いっす、全然弱いっす。ノーコメント。ちょっともう、はいはい、わっちゃん
いや4打目ここからバック死傷して危なかったっすここに落ちてそこからね、はい、グリーンからじゃなくてさあしっかり18で寄せたい、もしくは最後コロンって入れたい。いやもうよく書きたくないです、安全に行きたい、はい、安全に58で来ます。6、6、7ヤードですね。最悪ですよやってることが全部最悪に流れてる気がするマックスいいですよ、はい、もうほんと恨み恨み出てますよね寄せに行こうとしてショートして入れに行ったら多分ちょっとオーバーして左のパターかみたいないやそうちょっとフック目に入れたかったのにフック目にも入れられずね。じゃあこのバーディーパット最後入れて、入れたら3アンダー。はい、いや本当でもグリーン綺麗ね、グリーンいいっすよね、うん、目が細かいというかね、目が細かくてびっちり刈られてて速い、目はなんか足跡とかだとそんなつかないですもんね、なんかね、それが本当すごいですよね。チョイスラ 3.5 ぐらいのバーディーパット、あれフックしてる、スライスじゃないんだね。え、あーそっか、先、はい、あーこうなってんのか、うん、あーもったいない。じゃあ僕もフックなんですね。まあ、受けグリーンだからスライスだと思ったんだけどね、こっちから受けてるからもうフックにしか見えないですさあパーパット、絶対フックです、僕アプローチフック目で打ったもんな、はい、出てしっかり入れて1メーター半フック、あーもう全然よ全然恨み恨みに出てます、まさっきです、で、はい、あっちゃんボギーとボギー、いやー42はさすがにやばいっすね、やばいっす、隠して42やばいっす、いやーなんか別になんか飛びっきり曲がってるとかね、そうそうそう、そういうわけじゃないんで、ボギーやってるとかじゃないんだけど、だからこれ、だから逆に言ったら、はい、ゴルフが下手だったね。あ、そういうことですね。そのだって OB とかはもうやっぱ俺らでも出るしさ、トッププロでもまあね、はい、何回かはね、何ラウンドに1回とか出ると思うんですけど、はい、してなくて42はただゴルフがうまくいかなかったっていうか、うまあセカンドがうまくいかなかったり、はい、アプローチだったりパターだったりね、だからなんか後半、うん、いつもだとちょっと OB とかやっちゃって、うん、なんか40回とかよく最近ラウンド多いじゃないですか、うん、だから後半はまあちょっと大丈夫かなみたいな、うん、思えるんですけど、うん、今回は後半マジやばいですマジやばいです、今日なんかもう絶好のね、だって天気はちょっと風ありますけど絶好のゴルフ日和で、天気も良くて、はい、まあ、もちろんねグリーンにイレギュラーもなくてなくてね42はこれしかも動画に残りますからね、動画残って一生残ってこれあのバンテリンレディースオープンやる頃皆さん見てくれてまっちゃん42女子プロは4日間で15アンダーで終わってるのにそういうコメントいっぱい来ますね。いますね。後からどんどん来ますね。後から楽しみですね。まあ、ワッホーさんは、うん、34、2アンダーですね。ですね。だからノーボギーで。おお。でこの12月のやっぱりもう中旬で、はい、でこの朝ストップスタートでやって、まあ、ノーボギーで回れたのは良かったかなと。いやすごいですね。なんかまあ
ショットがそれなりだったんじゃないかなと思いますけど、ショットはでも基本的にはワッホーさんはピンに向かっていってますよね。とりあえずそうだね、はい、で変なところにもそんな外してないですし、でまあそのロングパットはねしっかり2パットで上がれてるんで、そう距離感本当バッチリですからね、良かったですね。まあちょっと休憩して後半頑張りましょう。はい、わかりました。